西の国さい埼玉芸術劇場の蜷川幸雄前監督が立ち上げ2021年に活動を終了した高齢者劇団埼玉ゴールドシアター近藤良平芸術監督はきょう記者会見を開き新年度にゴールドシアターに変わる新しいシアターグループを立ち上げると発表しました新シアターグループなんですけどグループの名前はですねカンパニーグランデという 大きな仲間、大きな仲間として一つ新シアターのグループをこう今回作っていきたいと思っています。カンパニーグランデは100人ほどの規模になる予定で5月以降に募集を開始します。メンバーは年齢や国籍、プロアマは問わず表現がしたいという志があれば誰でも応募することができます。 僕も理想的にはですね、やっぱり10年、20年と続く意味合いで、カンパニー・グランデというものが、こ今年生まれればなと思ってます。で、それは、それぐらい大きな夢をも含んでると思ってますグループのメンバーは、年間を通してワークショップに参加して、アイデアを出し合い、来年3月に埼玉芸術劇場で舞台作品を発表する予定です。に言うと遊びながらですね えー、ものののがが作れたらいいいなというのがちょっと僕の中ででは理想ですもしかすると野球チームができちゃうかもしれないしなんかまあそれは分かんないんですけどもなんかそ,それぐらい広げた形のところから一つの形がちょっとずつできればいいかなと思ってます。